はい、鳥取市のいろは堂です。本日は本革のパスケースに、このような、ロゴマークをレーザー彫刻で、刻印していきたいと思います。パスケースにレーザー彫刻完成いたしました。こちらの、パスケースは本革製ですので、長年使い込みますとこのような飴色に変化していきます。いかがでしょうか。鳥取市のいろは堂がお送りしました。